面白ひげメガネです、今日はですね、こちらの古代エジプトタロットカードでですね、石橋貴明さんを占いたいと思いますね。まあ、今YouTuberとしてね、大成功されてますけれども、今からここから2枚引きまして、タカさんの未来の運勢のカード、それから今後どうするべきかっていう対策のカードを2枚引かせていただきます。では行きます。いやー、はい、じゃあこの一番上からタカさんの未来のカード、それからこちらが対策のカードとなっております。では順に見ていきましょう。まずタカさんの未来はこちら。はい、なるほどね。あのね、近い将来タカさんちょっと心にね、魔が差してしまう可能性がありますね。若干こうずるい考えが頭によぎるというか、こう、まあ、近道してやろうじゃないけど、ちょっとずるい手を使って、いい結果を求めてやろうみたいな気持ちにとらわれがちな時期が来ます。若干だから魔が差すというかね、そう遠くない未来、そういう気持ちにとらわれがちな時期が来てしまうので、ちょっと注意が必要かもしれないですね。じゃあそれをどうしたら良くなるかっていう対策のカード、それがこちらです。はい、まあまさにね、繋がってるんですけど、やっぱりね、こう周りとの調和を大事にすることですね。やっぱこう一つのことを贔屓しない、自分ばっかり優先しない、全てにおいて、周りと自分は対等だという目線を持つことが大事です。何かこうお菓子とかあっても、それを均等にちゃんと全員に分けるぐらい、自分だけちょっと2つもらってやろうみたいな、そういう考えはダメです。運勢が悪くなりますね。真理の神様もそう言ってますので、大事なのは、調和を保つこと、贔屓しない、自分ばっかりいい思いしようとしない、それが大事でございます。今後のね、運勢を良くするために、田舎者だと思われちゃう。